おしょろ丸は北海道大学が保有する練習船。本項目では2014年に就航した5代目を取り扱う。おしょろ丸の大船として三井造船玉の事業所で建造され2014年に就航した。極域を航行可能な対抗理構造、静粛性を考慮した電気推進システム、熟考された防振・防音設計などの要素により、 高性能な調査船を実現したことが評価され、日本船舶海洋工学会のシップ・オブ・ザ・イヤー2014、漁船、作業船部門賞を受賞している。本船は実船における研究調査、実習による水産科学関連分野の人材育成、国内外の大学、研究機関との共同研究利用、東日本大震災で壊滅的被害を受けた、 被災地の水産業の復興支援を目的とした、漁業練習船として建造された。全船と同様に高い運動性、耐抗性を有するほか、環境負荷低減、調査能力、実習効率の改善、居住性の向上などが図られた。特に船体振動、水中放射殺音の低減について配慮した設計とされており、船体構造への精神剤取り付け、 発電機の防振指示、低騒音型の補機、偽装類の採用など各所で対策が行われている。船体は、推進性能と対抗性の確保のため低重心化されており、構造は、北方海域の航海を想定して、ICQ 対氷構造に準拠している。船首は、バルバスバウ、船尾はバルブ型船形が採用されており、ソナードームの音響調査機器への影響を抑える。 要選手、船尾はキャビテーションを抑制する形状とされた。同様抑制のため、大型ビルジッキール、アンチローリングタンク、格納式、フィンスタビライザーを装備する。推進システムには、電気推進を採用しており、主発電機により発電を行い、推進電動機から減速機を通じて、可変ピッチプロペラを駆動する。主発電機は、ヤンマー製を3機搭載する。 メンテナンス性に配慮して航行中に点検が行えるよう3台搭載2台運転の構成となっている。推進電動機は西芝電機製の3小誘導電動機を2機搭載する。二足切り替え式で調査観測時の低速航行に対応するほか、一軸線ながら推進電動機は2機搭載とすることで故障時の冗長性を確保している。 プロペラは、カモメプロペラ製の可変ピッチ4、翼ハイスキュープロペラで、キャビテーション、振動の発生を低減した設計となっている。調査観測時の多様な操船モードに対応するため、ジョイスティック操船システムを採用。機関部は、機関機器室機関制御板統合制御システムを装備しており、幾区及び操打室機関制御板から、推進電動機、 可変ピッチプロペラの遠隔制御、各種ポンプの発定、各部状態の監視が可能である。ハエナは、流網実習を効率的に行うため、前線と同様に、選手作業甲板を設け、ウェル甲板線形を採用した。船体後部は、船尾作業甲板となっており、作業性向上のため、左舷側を、観測源として観測用機器を集中。ファンネルは、 右舷側に寄せて配置されている。船尾には、トロール用の油圧機等式スリップウェイを設けており、A フレームクレーンを装備する。船内に7種類11区画の研究、実験関連区画が配置可能であるほか、看板上に用途によって交換可能な、コンテナ型研究室を搭載する。ありがとうございます。